皆さんこんにちは福永ゆ香ですこれから多言語化する日本社会を考える多言語化を的確に把握するための基礎的データの必要性というタイトルで発表いたします本発表の趣旨です日本で働き暮らす外国出身者以下外国人と呼びますそしてインバウンド観光客の増加多様化に伴い日本社会の 多言言語化という言葉を耳ににしたり目する機会が増えていますバスや電車の中の多言語標識や自治体のホームページの多言語表示などは私たちが日常生活で目にする多言語化の一例でしょう。その一方で日本語以外にどのような言語がいくつどのように使われているのかを的確にすることはできるのでしょうか 本発表では多言語化する日本社会の実態について考えてみたいと思います日常生活で感じる多言語化文字の言語景観の変化、えー、言語景観というのは公共空間で目にする書き言葉と定義されています道路公共施設店お店 車両などに設置された、えー、看板ポスター地図チラシなどの表示物に日本語以外の言語がの表記が見られるようになりました、えー、これらの表示物に書かれたメッセージは社名、えー、施設名広告利用案内、えー、道路地名それだけではなく注意警告など様々で、えー、設置者も日本人だけではありませんそして音の言語景観にも変化があります 公共交通機関や商業施設の、えー、外国語アナウンスそして、えー、道端で耳をしますと、えー、外国語を話す人々の声を耳にすることも増えてきていますでは、えー、外国語表示の事例を見てみたいと思います1番は JR の構内で撮影したものですこれが一番皆さんにとって、えーえー 身近なものではないでしょうか日本語、英語、えー、中国語、韓国語で表記されていますね二番は、えー、都内の、えー、百貨店で撮影したものです特徴的なのはアラビア語の文字が見えることですそして三番は一、えー、と二と違って、えー、市役所 えー、警察署といった公的機関が設置した、えー、ご組みの不法投棄を、えー、注意警告をする、えー、メッセージが書かれた看板です上から、えー、ロシア語ウルドゥー語英語日本語で書かれています次に外国人によって設置されたものを見ていきましょう A は 東京の新大久保のハラールショップの、えー、店の前に置かれた看板です上から英語ベンガル語ヒンディー語ミャンマー語が、えー、書かれていますね、えー、こういった言語が分かる人たちがこの店に出入りしているということが分かります、えー、それから B は、えー、中古車貿易業者の看板で、えー、店舗の、えー、ところに置かれています 英語、日本語ロシア語が書かれていますね社会でどのような言語がどれくらい使われているのか、えー、多言語化の実態を的確に把握するためには、えー、こういった日常生活における経験だけではなくてエビデンスとなる基礎的なデータも必要になります。移民の受け入れが進んでいる国 そして国に多くの民族が暮らす。国では多言語化の実態を理解し、政策に反映させるために大規模な調査を実施し、技術的なデータを収集しています。その事例をインドのケースで見てみましょう。えー、リングスティックサーベイオブインディア。これは19世紀に行われたインドの法学的な言語調査で30年継続したという風うに言われています。 報告書もありますが現在ではオンライン検索が可能なデータベースもありますしダイエット書館には音声アーカイブがありますので音声を聞くこともできます。そしてインドの国勢調査です国勢調査では言語に関する設問が設けられていて母語それからその他に分かる言語について尋ねていることが分かります。 では日本のではどうでしょうか 日本語教育や第二言語習得健康などの分野ではもちろん外国人コミュニティを対象とした言語調査というのは非常に多く行われていますけれども主な関心は日本語の能力とか日本語の習得にあるので、まあ、外国人が日本語以外にの言語を使うといったことにはなかなか知見が蓄積されていないのが実態ではないでしょうか。 そして、えー、自治体でも外国人住民を対象とした調査が、えー、数多く行われていますですがサンプル数のばらつき1000件を超える調査が少ないこと質問項目の選定などが、まあ、多様なので比較分析全体像の把握というのが困難であるというふうに言われていますそして国勢調査ですけれども、えー、言語関係の項目はありません、えー2008年総務省は 国籍別外国人人口は把握されているのでこれでおおむね日曜言語を把握することが困難であるというふうに述べていますけれども果たししてそうでしょうでょか、えー。ちょっと架け橋で見てきましたけれども日本社会の多元化語を的確に把握する基礎データっていうのはまだまだ整備が追いついていないようです。 左のあすいません右の図をご覧くださいこれは日本人と外国人の、えー、コミュニケーションを、まあ、図式化したものです同じ国の出身者でも、まあ、同じ言語が使われているわけではなくて、えー、異なる言語が選択することもありますし日本語を使うといっても標準語を使ったり方言を使ったりということがありますこのように多言語のコミュニケーションというのは非常に複雑なわけですですから え一つの国籍えであれば一つの言語で話,さ話すのだといった、えー、近代主義的なイデオロギーをもってして、えー、現代の複雑な、えー、多言語状況の実態に責めることは困難であるというふうに言えるでしょう多言語化の的確な把握のためには、えー、言語景観などの可視的な現象だけではなくて周院的で潜在的な現象を含めた知的な多言語研究を進めると,と同時に 国勢調査のような言語全国全住民の言語に関する公的統計の実現が求められるというふうに言えるでしょう発表は以上ですご清聴ありがとうございました参考文献についてはポスターをご覧ください